和田アキ子準々決勝で逆転負けの張本智和の言葉に感動、よくそんなちゃんとしたことが言えるなって。和田アキ子、1950年、昭和25年4月10日からは、日本の歌手。タレント、司会者、女優、ラジオパーソナリティ。所属芸能事務所は株式会社ホリプロ。在籍期間は女性タレント及び全体で最長。所属レコード会社はユニバーサルミュージック。血液型は O 型。本名は飯塚源子、飯塚明子、旧姓和田。在日韓国人として出征し、その後日本へ帰化。帰化前の本名は金福子。キムポクジャ、ギムボグジャ、で、通名は金海福子、金海福子。愛称はアッコ、サンちゃん、アコ、サンちゃん、ゴッド姉、サンちゃん。天王寺区にある大阪市立真田山小学校を卒業後、市立城西学園中学校へ入学。そのまま市立城西学園高校に進学するも父親が勝手に退学届を出したため、在学期間はわずかに3日間で中途退学となった3、4。小学5年生の頃に洋楽に憧れ、15歳の頃からジャズ喫茶やゴーゴークラブで歌い始める。174センチ、デビュー当時の長身から発せられるパワフルな歌声は評判を呼び、ホリプロ、当時の社名はホリプロダクションで、小規模事務所だった社長堀武雄直々にスカウトされる。当時はグランプリズ、夏祐介が在籍というバンドを組み、大阪と神戸三宮で活動していたが、実際にデビューできたのはボーカルの和田とオルガンの夏のみであった。芸名のアキ子のアキがカタカナなのは、本名の源子が普通に読めないため、当時のホリプロの社長がつけた。本名は当て字である。詳しくは氏名の読みを参照。歌手の和田アキ子74が3日パーソナリティを務める日本放送ゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減2000回土曜前11:00に出演。パリ五輪の卓球について語った。和田は、昨日なんか見てると卓球の女子もね、本当にもう頑張ってんねんけど。で、男子はやっぱり張本くんが決勝まで行けなくてと回想。そしたらもう私感動したんだけど、自分の力は 100%、いやそれ以上出したかもわからへん。だけど僕の 100% はあの人たちには届かなかった。もう格が違うっていうとの言葉を明かすと、そういう安易な言葉になってる言葉じゃ言い表せない、もうやってる人たちだけがわかるっていう。だからまたロサンゼルスに向けて頑張りますって、よくそんなちゃんとしたことが言えるなっていうと、世界ランク9位の日本のエースとして挑んだ張本智和、智和企画は、男子シングルス準々決勝で世界選手権連覇中で同4位の阪神と中国に3対4で敗れてメダルには届かなかった。